西号駅は、長崎県雲仙市水穂町イニシに所在する、島原鉄道島原鉄道線の駅である。急行が停車する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。二つのホームは互い違いに設置されており、南側のホームが、上尾町方、北側のホームが、対象方にあやずれている。二つのホームは、 校内中ほどの校内踏切で結ばれている。なお、校内は全体的にカーブしている。南側のホームの対象型の端に接して駅舎が、北側のホームには待合所が設置されている。駅舎は1階建ての建物で、内部にはトイレ、待合所及び駅事務室がある。無人駅であり、事務室の窓や収札口にはブラインドが下ろされている。 他、出殺口はシャッターが降りたままの状態となっている。運前市水保総合支所の最寄り駅で、周辺には、住宅も多い。駅付近には、商店等のほか小さな委員や、薬局も立地する。駅前の道を南へ100メートルほど行くと東大に、走る、国道251号にぶつかるが、その東側に島鉄バスの西号駅前バス停が、 置かれ、駅舎内部にもこのバス停の通過予定時刻表が掲示されている。その他、駅周辺の公共施設としては、国道を西へ行って、すぐの地点に、水保有便局がある。2018年度の年間乗車辞任は23,530人、降車人員は23,074人であった。近年の年間乗車辞任、降車人員の推移は、以下の通り、 ありがとうございます。